エドワード・リカルド・ブレイスウェイトエドワード・リカルド・ブレイスウェイトはガヤナ・ジョージタウン出身の小説家、教師で外交官。彼は黒人に対する社会的な状況や人種差別をテーマにした一連の作品でよく知られている。ブレイスウェストはガヤナのクイーンズカレッジでまず教育を受け、その後渡米。1940年ニューヨーク市立大学シティカレッジを卒業。さらに渡英。イギリスのケンブリッジ大学に移り、物理学で学位を取得した。第二次世界大戦の間、彼は飛行士としてイギリス空軍に参加。その後、この当時の体験について、当時、何の人種的な偏見も差別も感じなかったと書いている。戦後、彼は他の人種的なマイノリティと同様、高度な訓練と学歴にもかかわらず、専門としている分野で職が得られず、幻滅してやむなく、ロンドンのイーストエンドで教師の職に就いた。先生へ愛情を込めては、その当時の学校での教師体験に基づいたものである。この小説の執筆中に、ブレイスウェイトは関心を社会福祉事業に向けるようになり、ロンドン地区協議会の委託を受けて、非白人の子供たちのために里親を修繕する仕事に就いた。この仕事の経験は、第2作、悠久の召使いに結実した。ブレイト・ウェストの数多くの著作は、その大半が黒人の高学歴男性、あるいは黒人の労働者、あるいはごく単純に非人道的な環境の中に置かれた人をテーマとしている。最初の小説、先生へ愛情を込めては、1967年にシドニー・ポワチエ主演により、いつも心に太陽のタイトルで映画化された。ブレイスウェイトはユネスコの教育顧問、講師として長期にわたる国際的なキャリアを積んだ時期も長編小説や短編小説の執筆を続けた。彼は国連のガイアナの終身代表、在ベネズエラガイアナ大使、そしてニューヨーク大学の英文学講師などを歴任した。2002年、ワシントン DC のホワード大学に作家として住まいを与えられていた。2016年12月12日、メリーランド州ロックビルの病院で死去。104歳没。ありがとうございます。